はい、どうもゆうたです。今回はサーキットでクラッシュっていうかスピンコースアウトしてぶっ壊れちゃったスポイラーをちょっと修復したいと思います。こちら、これまたホルツさんのFRP 補修キット、レジンってこれあれだっけ、日に当てると硬化しちゃうんだっけ。一応FRP でがっちりと補強したいと思います。はい、ここがねちょっと損傷具合もうちょっとちゃんと見ようか、一回取ろうか。てか今ね塗装しててね、これスプレーでもう手が筋肉痛やばい。あ、こんな感じでねガバガバなんすよ。でちょっとね開いちゃってパッカン系パカーン、こんなにすぐ開いちゃってもう尻がる女ね。ちょっといや俺が壊したんですけど、はい、まあこんな感じなんですよ。ちゃんと馬入れてますからね、叩かないでくださいね。はい、まあもうここ隙間は硬化剤とかぶち込んで、まあ裏から FRP 貼ってこの辺はちょっと流し込んで硬化剤をきれいにやすればいいかな。はい、はい、一応こんな感じでね、こんな感じになっております。はい、こう開いちゃうんですよ、パカーン。こういう感じで後々アンパネがつくんですよ、ここに。だから強度はちょっと保ちたいんでここねやっていきます。こいだらまずグラスファイバーをね貼るのをちょっと切って、結構広範囲になるんでこれでちょっと切っていこう。全然切れねえじゃんお前。おー、はい、全然切れねえんだけどこれ。切れるとこを見失った。ああ、一番切れるところが、ああ、感触がなくなった、切れる。あ、来た。あ、微妙。本当使えねえな、このハサミ。何なんだよ。よし来た。ほんで一応こういう感じでね、裏からこういう感じになると思うんだけど、こうやってね、裏から中からねこうやって
あとここもだからこう縦にこの分切っとこうかな。じゃあ硬化剤を入れていく。20g に対して 10g、 1.5 センチに対して1センチ。むずくね。これ結構半分ぐらい入れたから、これも半分ぐらい入れちゃっていいってことかな。じゃあむずくねっすか。昔ね、 FRP のこの硬化剤入れすぎてね、発熱したことあるんですよ。煙出てきて本当にね、あの量はね、ちゃんとやった方がいい。量はよし、こんなもんかな。ちょっと硬化剤入れすぎて乾きが早いかも。このこういう感じだと思うんだけど、3滴ぐらいにしといてやろう。3滴じゃちょっと足りなかったかな。もう2滴ぐらい。やばい、もう始まってる硬化が。やばいやばいやばい。あ、ちょっと入れすぎたな。やっぱり
化剤とレジンを今ちょっと塗り終わったところですが、こんな感じで、ちょっと液体なんでやっぱりちょっと塗りにくいんでこういう感じになっちゃってるんですけど、まあこれは後でやすっていこうと思ってるんで、まあこんなもんで大丈夫じゃないかなと。でここも多分カパカパさっきしてたと思うんですけど、この通り結構ガッチリになってます。削るだけでさ、と乾いてからもう3週間ぐらいちょっと経ってます。でね、これなんかね結構ちょっとベタつくとこあって、なんかホコリ砂ついてるね、ちょっとなんかベタつくんだよね。こんな感じ、ちょっと硬化剤とレジンの対比がミスったのかな、ちょっとベタついてんだよね。まあちょっと削っていきます。ちょっと軽く削り終わって、まあ、こんな感じです。あんまり削りすぎるとなんかどんどんもっといっちゃいそうなんで、まあもうねこれぐらいはしょうがないかなという、まあ、さっきのあのボコボコしてたのはだいぶなくなったんで、まあいっかなっていう。ちょっとここだけやっぱ白いんで、ちょっとねペーパーで、ちょっとね2000番が余ってたんで、2000だとちょっと細かすぎるかもしれないけど、また見えるかな。まあとちょっとコンパウンドだね、あと。はい、よし、うん、かなりいいんじゃない？うん、OK という感じで、リップの補修は以上です。